はい、皆さんこんにちは、銀運の小池です。今日は銀ゴロからではなくて、いつも、ゴルフのスイングの研究をしています、研究室からお送りいたします。でこの研究室は、僕が、皆様に提供しています。たくさんのゴルフは理論がありますが、なかなかですね、感覚的なものが大きくて多くて、で自分の中で実際に本当にこう動いてるのかどうか、まあ、そういったことを、確かめるために数値化をするっていうことで、ここでスイングと実際どのような角度で入っているとか、どのようなタイミングスピードで入っているかっていうのを確認して、それを研究した成果を銀ゴロの秘密の視聴者さん、先輩たちにいつも研究の成果をお送りしております。でここの研究室は、これは GC クラスですね、 GC4、これはですね、こう見えるのに、まあ、ミュージアム度とか、どのくらい弾道が入ったとか、どこに当たったとか、回転軸がどのくらい傾いているとか、まあ、こういうスイングするとどういう結果が出るということを数値化している機械です。でこれはスイング形素です。よくあの僕が体重を5回踏むとかいろいろ言ってた、それはまあこういったことを、実際にですね、動かして自分でどう動いてて、どういうふうな結果が出てるかということで皆さんに結果をお伝えしているんですけど、ここにあるのが、ピンクのところがいつも言ってるホリゾンタル、横の動きですね。で黄色が、トルクです、回転こうねじれですね。でそして一番下の青いのがバーティカル、10円反力。でこういったどのくらい使っているか、こういうスイングするとどのくらい使うのか、こうやるとどうなるのかっていうのを、あとタイミングですね、どの状態で左踏んでどのくらいで、これが実際にどういうふうに重心になっているかっていうのを研究するんです。でそれとあとこれですね、ギアーズです。ギアーズ、こういうものを着て、こういうポイントがあるんですけど、これを8台の青いカメラが、読み取って、立体的に実際に肩がどのぐらいの角度でどのぐらいのスピード で手はどのぐらい、いつも説明してますよね、肩を遅れて手が、腕グリップがスピード上がるとか、そういうのが、まあ、このギアーズとかで、研究したりとか、USBGA の、ね、選手たちの動きとかをこう参考にして、あ、みんなこうやって動いてるのかな、平均的な動きってこうなの、自分はこのぐらいな、アマチュアっていうのはやっぱりそれに対してこういう癖が出るとこう動いてしまうっていうのを、まあ、いつもそういう感じで、あとパッドビューですね、パッドビュー。これパッドビューっていうのは、これはあんまりまだ紹介してないんですけど、この実際に細い線、これが狙っているエーミングの線ですね。で実際にこれが切れている、傾斜で切れている線ですね。こういったので自分が思っているところに出て思った通りに転がって切れているのかとか、そういったものも、パッドビューとかで、確認ができます。これからもですね、ちゃんとしっかり研究を重ねて、こういったもので、皆さんのスイングがより良くなるために研究を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、小池博士だ、はい、皆さんこんにちは、銀ゴロの小池です。小池ですよね、マイクついてる、こんにちは、え、はい、ついてますよ、はい、今日はですね、ほら5回体重移動ってやったじゃないですか、で、はい、実際にあの5回体重移動するっていうのは、どっちかっていうとドライバーの話です。あ、でアイアンだとちょっと変わってくるので、まあ、その体重移動の違いをちょっと、あ、ドライバーとアイアンの体重移動の違い、はい、でそれを、カタリストで打った映像と、はい、カタリストって何ですか。カタリストってあのあれですね、フォースですね、足の、はい、はい、バーティカルの力はどうかです、その3つの組み合わせ で足のエネルギーを体の回転とか、あの状態のこう動きでクラブに伝えていく、はい、でそれは人によって全部違うので、
で僕なんかは、うん、まあ、平均的な感じで、まあ、ドライバー打つ時はもちろん後で映像を出しますけど、うん、ちょっとバーティカルが強かった、うん、立てるんで、でアイアンの時っていうのはあまりそんなに地面をガッと踏む感覚はなくて、うん、まあ、そんなにほとんどターンですね、ターンコイル、はいはい、なるほど、はい、でそんな感じで今日はちょっとご紹介します、はい、お願いします。アイアンとドライバーの体重移動とか、はい、圧力の違いですね、はい、はい、どうやります、お願いします、お願いします、はい、じゃあまず、はい、アイアンから、アイアンで、この間ドライバーで5回体重移動するっつって、まずフォワードプレスで1回ちょっと左、はい、でこれはねアイアンでもちょっと出ます少し、うん、で少し左にかかって、うん、テイクバックして、こう、ね、グリップが横ぐらいになってきた時に体重が、まあ、ほぼ右に一番かかってくる、ね、80%、この間のドライバーの話ですね、はい、80ぐらい、うん、で多分飛ばし屋になってくると、まあ、90ぐらいいる人、うん、で僕なんか大体80いくつかな、901回いかないぐらい、うんうん、でその状態からトップ行った時にはもうすでにこの辺から体重が左側に移ってくる、徐々に、はい、で切り返すときにはもうほとんど左側にの方が多いです、はい、でそこからグリップがまた横ぐらい来たときに、腕が横になったときに一番体重が左側に、はい、でドライバーの場合はそこから一挙に右足に来ます。おお、そうですね、で昔のね、これもまた80ぐらいかな、はい、で飛ばし屋になると本当90いくつとか、うん、で左はほとんど乗ってない状態、うん、で最後にドライバーはこう左側に乗ってくる、はい、でドライバー打ってたらそれでいいんですけど、うん、実はアイアンの時っていうのは、うん、あまりその体重が移動しすぎると、うん、再現性が少なくなってくるので、なるほど、はい、あまり動かないです、はい、まあ、こうやってたらちょっと、でもねフォワードプレスの時の1回目の左側に動くのと、うん、右にテイクバックしていく、これはね結構ね圧力高いです、はいはい、アイアンでも、ドライバーアイアンでも、うん、で何が違うかっていうと、左側に乗っていった時に、うん、この状態から右にのこう戻る動きあるじゃないですか、うん、それはあまりないんですよ。ああ、じゃあドライバーの時はその右がすごかったんだよね。すごかったです、ね、もう本当にこっちゼロに近いじゃないけど、うん、本当に80、90こっち行くんだけど、はい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 、実際は、うん、アイアンの時はだからこれはねタイプによっても違うんですけど、うん、右にこうあまり行かない人もいます。アイアンだったら、ドライバーの時は80いくのに、アイアンだとそんなに行かない人、うん、そんなに行かない人もいる。でも僕なんかやっぱ測ってみるとちょっとやっぱり右に、うん、はいはい、でこれは動くわけじゃなくて、うん、地面にあくまでも圧力になる。あ、で体重がこう右側に、うん、はいはい、そうするとまあ、映像で見ると分かると思うんですけど、うん、センターオブプレッシャーですね、うん、重心の位置です、はい、でその重心の位置が右に 80% いく、はい、それでこのままこの左に、うん、アイアンの場合っていうのはそんなに右に行かないです。体もそんなに動かないです、うん、そして左に乗ります、うん、その状態からあまりこういう動きが入らないです、はいはいはい、ドライバーほど、うん、逆に言えば一回右踏んどいて、うん、左踏んだらそのままその位置からポーンで打っていっちゃう。なるほどね。だからアプローチなんかもそうなんですよね。実はアプローチって体重が、これ体重の話なんですけど、うん、やっぱり例えば50-50で今構えたとして、うんうん、はい、だからいくらかやっぱり左に乗せるじゃないですか、はい、これはまあ、最初からもう55とか45とか、うん、このぐらいになってる。で意外とアプローチっていうと、うん、すごい左足体重でって、まあ、僕たちも教えるんですけど、まあそうだね、なんでかというと、うん、打った時やっぱこうなりたくない、やってほしくないから、あと上からちゃんとダウンブローに打ってほしい、はい、こういうふうに、それを考えるとやっぱり体重左に置いておく、うん、これが実は強すぎると突っかかる、刺さっちゃったり、そう刺さったりする、強すぎる、そう上から、なので、まあ、感覚的にはちょっと、うん、まあ、60とか65ぐらいで左に体重移動、この状態であまり体重移動しないで打つ、はいはいはい、はい、
このままちょっと左に乗ったまま右にもあまりこう動かないです、うんうんうん、ほとんど左に乗った状態でこうです。なるほどね、はい、アプローチ今小立に押さってるんで大丈夫ですか大丈夫ですよ大丈夫でした、すげえ良くなったんです。良くなりましたか、はい。でアイアンの場合もライン出すときとかは、うん、このままあまり右にもこう動かないで左に少し、それでも重心ってちょっと右に動く、うん、一回ね、そう動くんで踏む感じですよね。でその状態から左に乗って右に戻ることなく、はい、あんまり戻らず、そう、はい、右にこれ乗っても左に乗ったらバン、あーナイス、ずっとまあ左に乗りっぱなし、はい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 、でドライバーの時は、うん、今度飛ばさなきゃいけないので、うん、ちょっと僕たちはほらギンゴールはやっぱり少し最初から右体重乗せておくじゃないですか、うんうん、5割ってよりもまあ55、45ぐらいでいいから少し右、うん、で最初からなんとなくここにボールがあったら、うん、それよりもこの辺に構えて、そう頭の位置を持ってきて、うん、自然にまずアッパーに打てるというか、はいはい、最下点が前行かないように、はい、これ構えで体重も自然的に右に体重が移る。でこの状態からフォワードプレス1回して乗って、うん、1回行ってここで一番右の位置行って、でそこから左3回行って、そしてここで右に乗ります、うん、だからあのセンターオブプレッシャー後で見てもらうと分かるけど、うん、左フォワードプレス行って右に乗って左踏み込んでめちゃ右に戻りますから、はい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 、はい、はい、じゃあちょっとやってみますね、はいはい、一回左で右左に乗っていく、おー、ナイス、おー、はい、この寒いのに綺麗だな、はあ、寒かった、いや、はい、夏も寒がりだけど冬も大丈夫だね、はい、まあ、とりあえず、うん、体重移動っていうのは、はい、まあ、飛ばす時には大きく動いていいけど、うん、飛ばす必要がない正確性を出すためには、うん、あまり動かない、はい、っていうことですね。なるほどですね。短いアイアンになるほど左側にうん、重心があってそこから移動しないで打つってことが、はい、まあ、今日の、テーマですね、はい、だからやっぱりドライバーで、はい、その5回体重をずっと練習してて、はい、そのままアイアン打ってほら当たんなくなったっていうのがあるじゃないですか。そうですね。それはドライバーと同じように、はい、4回目の右に右をガンと押す、そう、あの難しいのは、うん、1、2、3、うん、この4回目が一番難しい、ね、そこがアイアンで強すぎると、はい、あのアイアンのリピート性とかが損なわれてしまうと、そうです、はい、なのでそこはアイアンはあのソフトに行った方がいいですよっていう話ですね、はい、そうです。まあその時の体調とかが良ければ、はい、あとほら、ちょっと行け越して、はい、7番アイアンでギリギリの打つときはそのちょっとドライバー的に使ってもいいけど、はいはい、やっぱり基本的にはドライバーの方が4回目の右は強い、はい、そうです、ということですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、でどんどんアプローチになればなるほど少なくなっていくと、はい、そうです、ありがとうございました、はい、短いですよ今日先生、何分ぐらいですか、まだ10分です、あ、でもたまには短いので、たまには、はい、いいんですか、はい、じゃあそんな感じで、はい、
ライバーとアイアンの体重移動と圧力の違いでした、はい、ありがとうございました。はい、はい。